福良智明は日本のプログラマー実業家。ジャストシステムの2代目代表取締役社長を務めた。徳島県勝浦郡勝浦町出身。徳島大学史学部中退。徳島大学史学部在学中の1983年、ジャストシステムでアルバイトをしていた友人に誘われ、会社に出入りするようになる。 当時オフコンが主力商品であった同社で6月に大学に席を置いたままジャストシステムに入社しアルバイトの身分ながら主力プログラマの一人として活躍日本語ワープロの新規開発に携わり NEC の PC-100 用のワープロソフトコンペで採用される一太郎の前身にあたる JS ワードの開発ではメインプログラマを務めたその後 社長の浮川和則が、勝浦の両親を説得して、大学を中退、市太郎、花子等のビジネスアプリケーション開発に携わった。1995年6月に、同社常務取締役に就任。2003年4月から、ビジネスアプリケーション製品開発部部長を兼任した。その後2009年4月にジャストシステムが、 経営不振によりキーエンスの参加に入った関係から、同年6月にジャストシステムの創業者である浮川が社長を退任したため、公認として代表取締役社長に就任した。2016年3月に社長を退任し、同年6月に退社。ありがとうございます。